ある事件を契機に当時の光景に似ているものが入ると動悸や呼吸困難があり、仕事の一部に支障が出てますと。PTSD ってやつですね。2年前からのことで調子が良かったり悪かったりですが、波があると。症状があるたびにじわじわ抑うつっぽくなってます。PTSD の症状ですね。早めに医療機関に相談した方がいいでしょうかと。そうですね。普通の、いわゆる典型的なPTSD ですね。はい。その光景を思い出す侵入症状ってやつですね。パニック発作、パニック障害がある、フラッシュバックがある、そしてうつがあって回避行動の結果仕事の一部に支障が出るということだから、まあ典型的な PTSD でいいんじゃないでしょうかと。いや、わかんないですよ、これ一般論で言ってますからね。ちょっとぼーっと喋っちゃってるからよくない、ぼーっとしちゃってルールを忘れちゃってるけれども、これで医学診断はできないですから、あくまで一般論として喋ってますからね。さんの個別の問題じゃなくて、こういう症状があったら一般的に、PTSD を疑いますよということですからね。はい、診断ではありませんけど。はい。